お元気ですか？ボクシミです。今回は2023パシフィックリーグベースボールカードプレミアエディション開封動画、ミニボックスでございます。本来でしたらね、これのね、4パックね、まとめてね、ボックスがあるんですけどね、ちょっと私のね予算上ですね、このミニボックスしか買えなかったのでね、今回はそのね、このミニボックスっていう形でね、容赦いただければね、大変ありがたいと思います。それではね、あの3枚ですけどね、早速ね開封していきたいと思います。はい、ですね、はい、まずはですね、この西武ライオンズのね、水上由伸投手でございます。続きましてね、楽天イーグルスの浅村秀人内野手でございます。でさらにですね、これはジャージカードが当たりましたね、福岡ソフトバンクホークスの、柳田悠岐選手のこのユニフォームカードでございます。多分このユニフォームのね、下あたりのね、カードだと思います。で確率は65分の48となっております。はい、で、以上で2023パシフィックリーグベースボールカードプレミアエディション開封動画を終わりたいと思います。ミニボックスでございます。はい、今回はね、重ね重ねで申し訳ございませんが、3枚でねしか出ませんでしたね、申し訳ございません。でもですね、11月の26日にですね、今度2023の、フュージョンがなんか出るらしいなのでね、これね、購入してね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。